キム・アンダーセンは、デンマーク、マリング出身の元自転車競技選手、自転車競技指導者。1980年にプロロード選手となり、1981年の、ブエルター・エスパーニャで、区間一勝。1983年のツールド、フランスでは、第12ステージを制し、また6日間、マイオ・ジョーヌを堅持。さらに、デンマーク一周の前進である。 デンマークルーンとクリテリウムウィークの初代優勝者となった。1984年、フレッシュ・アロンヌを制覇。そして1985年、ベルナール・ルイノをグレッグ・レモン擁するラビ・クレールに移籍。同年のツール・ド・フランスでも4日間、マイオジョーヌを堅持した。しかしその後、度重なる、ドーピング陽性が発覚。1986年、 フレッシュはロンヌ終了後に発覚したことが原因となり、ラビクレールを追われる羽目になった。翌1987年、ラビクレールの更新チーム名である東芝に復帰し、ツールドフランス出場を果たしたものの、同年のツールデュリムザン終了後にまたしても陽性が発覚したため、翌1988年は前半シーズンを棒に振った。同年6月より、 後にグレッグ・レモンが加入することになる Z に加入したが、ツール・ド・フランスへの出場機会は得られなかった。1992年、アムステル・ゴールドレース終了後に、アミネプチンの陽性反応が発覚したことから、同年6月15日付で、Z から契約解除された影響を受け、同年限りで現役を引退した。1998年より、レースディレクターを歴任。 2004年から2010年まで、ビアルヌ・リースが、ゼネラルマネージャーを務めるチーム CSC で同職を務めた。2010年、アルベルト・コンタドールのサクソバンク、サンガードへの移籍決定を受け、フランク、アンディのシュレク兄弟を中心とする新チームを立ち上げるべく、自らが GM に就任して、ルクセンブルクチームプロジェクトを結成。そして、 シュレク兄弟以外にも多くの著名選手が同チームへの移籍を果たし2011年シーズンにおける手腕が期待される。ありがとうございます。